まだ早いし、どこか行こうか。先に言っとくけど、うちは褒められて伸びるタイプだから、たくさん褒めてよね。残星波中大瑠璃剣にまた一歩近づけたよ。どんな出会いがあるかな。Thank you.
見を聞かせて。今日の稽古はここまでにしましょう。後で少し復習しとかないとね。かなり収穫があったよ。うち身につけちゃうなんて、さすがうちだね。うちが相手に。はいはい。
今日は最初の試験だね。試験のテーマは基礎技術だよ。うち知ってるよ。足腰を鍛えてこそしっかりと戦えるってやつだよね。それは憲法のことでしょ。でも間違ってはない。基礎的な身体能力、正しい力の使い方が身についてないと、複雑な技なんてなおさら身につけられないよ。水木さん、毎日の素振りは基礎の元なんだ。速さ、勢い、鋭さ、それと滑らかさでしょ。分かってるって。ほら、美月なのかもあなたの長話にうんざりしてる。え、うちはそんな風になんか思ってないよ。僕は美月さんが初めて剣術を学ぶから、口伝を強調して理解を深めてあげようとしただけだよ。運理みたいな天才であっても、基礎をおろそかにするとせいぜい見かけ倒しの技にしかならないからね。教えるならさっさと教えれば、わざわざ私を引き合いに出す必要ないでしょ。まさかこれについて寛永将軍から教わらなかったの？あなただって戦闘中にスズメみたいに飛び跳ねるのは良くないってこと、将軍に教わらなかったようね。この数日、美月さんも基礎技術をかなり学んだだろうから、そろそろ試験をしても大丈夫だと思う。美月なのか、双剣を構えてしっかり立ち向かって。スケジュールによると今日試験があるんでしょ。準備はバッチリできてるよ。また新しい技を学んだよ。今度試してみたいな。青龍白虎ミルクティー最高、食らえ。はっ、あ、分かった。よっ、青龍白虎ミルクティー最高、食らえ。いい身のこなしだった。合格だよ。やったー。ねえねえ、早く褒めてよ。何その先修式の教育方針、ダメだよ。あんたはうちの保護者じゃないんだから、今はちゃんと褒めてよね。これも二人の師匠と助教さんのおかげだよ。じゃあ今カンパニーのあいつと戦ったら勝ち目はどれくらいあるかな。美月さんはもともと武術の才能があるし、実戦経験も豊富。それに僕と雲里が剣術を指導しているから、もし今カンパニーの警備用メカに戦いを挑んだら、おそらく勝ち目はない。うん、雲里の言う通りだね。え、全く勝ち目がないの？師匠たちはうちの自信をなくそうとしてる？先に言っとくけど、うちは褒められて伸びるタイプなんだからね。もっと頑張らせようとして変な作り話しないでよ。もう半分趣味程度で美月なのかに技を教えてきたけど、弟子に技術を教えるということに対して達成感が出始めている。え、雲里は今頃そうなの？美月さん心配しないで、僕は最初から真面目に教えてるからね。いちいち突っかかってこないで。美月なのかに教えた技はどれも主命剣術の中で磨き上げられた技なんだから。美月さん、
この15日の修行期間というのはあまりにも短い。だから試験の結果に関係なく基礎技術の稽古は続けてほしい。将軍はいつも剣術試験の後、剣の手入れのために僕を構造師へ連れて行くんだ。そこで美月さん、今日は将軍のやり方に習って一緒に行こう。ありがとう元教師匠。何か分かったか。はい、調査の結果、あの少女も聖宮列車の七死人で侮れない実力者だということが分かりました。また新しい技を学んだよ。今度試してみたいな。収穫があったよ。うち本当にお疲れ様。今日はどんな出会いがあるかな。
人倒。やめなよ。今日の稽古はここまでにしましょう。あとで少し。今日の稽古はここまでにしましょう。あとで少し。残星波中大瑠璃拳にまた一歩近づけたよ。意見を聞かせて。今日もかなり収穫があったよ。うち本当にお疲れ様。今日は2回目の試験だよ。今回の試験監督は私。あなたの奇策で敵に勝つという能力を試す。おじいちゃんが剣に決まった型はないって言ってた。この広大な世界は全てが剣であり、全てが剣の技。短期間で敵に勝つ実力を手に入れたいなら絶技を身につけないといけない。絶技といえば烈焔恋杖を用意してあるよ。え、金人公のあの烈焔恋杖？そうだよ。これはある元気の話なんだけど、英雄が烈焔恋杖を飲んだ後体が震え出して千鳥足になったの。そしてその英雄はよろめきながらもデタラメな水拳で父親の敵を撃ったんだから。真似をするのはいいけど、あなたは水拳を使えるの？使えないよ。でもこの烈焔恋杖を飲めばできるようになるんじゃないの？美月さん、元気と現実は違うよ。水拳が使えなくても他にも学んだ技があるんだから。美月さんは
最近あちこち回っていろいろ経験したって聞いたけど、それがどれくらい剣技に応用できているかはこの目で確かめるしかないね。美月なのか、今回の相手はカンパニーのメカに近いよ。双剣を構えてしっかり立ち向かって。スケジュールによると今日試験があるんでしょ。準備はバッチリできてるよ。不思議な技だね。でもそうやって自然と剣技に応用できているんだから、美月さん独自の術技と言ってもいいよ。運理の勧めであちこち回ってるって聞いた時は時間の無駄かなって思ったけど。相変わらず頭の固そうな師匠がいるみたいだけど。師匠たちの教えに感謝するよ。じゃあ無事に合格できたってことだよね。間違いなく合格だよ。やったね、助教さん。そろそろうちのこと褒めてくれてもいいんじゃない？今回は謙遜しないよ。うちは本当にかなり進歩してるんだから。将軍も言ってたんだけど、剣術を学ぶときには先生を選んじゃいけないって。運気の教えだけじゃなく世間のさまざまな実力者や異国の友人からも学ばないといけないんだ。実は以前慶内墳さんに宝剣を飲み込まれたことがあるんだけど、あれは確かに剣術の修行では学べない能力だよね。それで今あなたは自分に勝ち目がどれくらいあると思ってる？3割か4割くらいかな。努力次第だと思う。うちだって深いことを言えるんだよ。うちが本物のバカだって思ってないよね。さっきの試験を見る限り技を使いこなせるようになるまでにはまだ時間がかかると思う。でも現時点でここまでできるなら大したものだよ。今日はあなたたちにミルクティーをおごってあげる。やった！七死人の剣術資料。
うちが相手に。どんな出会いがあるかな。違う相手に。どうすればいいんだろう。今日の稽古はここまでにしましょう。後で少し復習しとかないとね。また新しい技を学んだよ。今度試してみたいな。
今日もかなり収穫があったよ。うち10人倒す。あんたの意見を聞かせて。やめなよ。今日もかなり収穫があったよ。うち、本当にお疲れ様。試験の前に美月さんに伝えておきたいことがある。実はスコートから果たし状が届いてたんだ。彼はかなり用意周到で、早くから地甲子に根回しして武術交流活動の申請をしてたみたい。そして決闘の場所も金人校に決めてるそうだよ。でも規定では果たし状を受け取った人は挑戦を拒否することもできるんだよ。それをしちゃったら負けを認めるようなものじゃ。もちろん挑戦は受けるよ。わかった。だけどその前に最後の試験、卒業試験が待ってるよ。それは違うと思う。元気を師匠はとても親身なんだから。別に本当に卒業するってわけじゃない。今回の試験の相手があなたの師匠元凶ってだけ。将軍が僕に剣術を教えてくれてた時、重要な節目が訪れるたびに手合わせをして僕の力量を確認してくれたんだよ。弟子の長所と短所を一番よく分かっているのはやっぱり師匠だからね。元凶師匠と戦うって本当に勝てるのかな。やってみないとわからないよね。まさか相手が僕だからっておじけづいたの。美月なのか。双剣を構えて始めるよ。最後の試験だね。少し緊張してきたよ。頑張れうち、負けるなうち。悪くないね。ここまで持ちこたえられるなら合格だよ。それはそうだけど、今は素直にうちのこと褒めてよね。実際は元気を師匠に勝てたわけじゃないんだけどね。美月なのか。あなたの今の剣術の腕だったらカンパニーの目か相手でも勝ち目は大いにある。うん、うちもその自信があるよ。ところで今振り返ってみて
剣術よりも重要なものを手に入れたと思わない？この期間、うちは二人の師匠から剣術を学んだだけじゃなくて、多くの人や物事に触れて貴重な経験をたくさん積んだよ。それらすべてが君の剣術の栄養となるんだ。雲里師匠がこの広大な世界はすべてが剣であり、すべてが剣の技と言っていたようにね。うん、確かにそうかも。ねえ、スコートをどうやって倒すか、あんたの意見も聞かせてくれない？じゃあそうしよう。実は考えがあるんだ。以前元凶が悪党たちを倒す方法はたくさんあるけど、英雄になりたいなら自分を高める以外に近道はないって言ったことがある。美月なのか、今のあなたは自分が理想とする英雄に近づいたと思う？もちろん、うちの心の中の英雄はこうするはずだから。もうすぐスコートと対決するんだけど、静寂、うちがどうしてあんたに会いに来たかわかる？ここにいるのはあなた、私、彼、そんなの明らかでしょ。私は剣術なんかできないし、庭園美玉パイをやるわけでもないんだったら役に立てないと思うよ。待って、近頃しょっちゅうあんたと遊んでるでしょ。実はその中でいろいろ収穫があって、例えばスコートを剣で倒すだけじゃ足りないなって最近ずっと考えるようになったり。ほら、スコートが謝罪したとしても彼は本当に心から悪かったって思うかな？それは賭けに負けたからに過ぎないだろうね。謝罪にしても豚の鳴き真似にしても心から納得してやるわけじゃないと思うよ。そうなの、あいつは鬱憤を晴らしたくて戦いの場を金人口にしたんだよ。一理あるね。そこまで深く関わるつもりはないけど、私も少しくらいなら手伝ってあげるよ。うん、そうだ、あんたも前に会った金人口での出来事を話してよ。仕事好きが病気だとしたら、そのスコートという人は集中治療室に入らないといけないね。好きなだけならともかく、周りに迷惑かけるのはダメだよ。スコートは私みたいな普通の人間に謝るべきだよ。行こう、美月ちゃん、そいつに会いに行くよ。これは我らが除血、美月なのかではないか。ん？その横にいるのは？あなたたちが正式に戦いを始める前に少し話があるの。はあ？その前に、お前は誰だ？お前たち先週の人間は招かれてなくても勝手にやってくるのか？あなたが私のことを知らなくても関係ないよ。ほら、紹介してやって。その通り、大牧師で私の名前を聞いてみるといいよ。たかが大牧師の牧者の何がすごいんだ。
私はスターピースカンパニーの責任者だぞ。お前には私より多くの部下がいるのか。それと私よりも多くの信用ポイントを稼いでいるのか。お前の何がすごいんだ。早く言ってみろ。あなたはもう若くないのに、精神状態は職場に入ってきたばかりの新人みたいだね。ほぼ全ての時間を仕事に費やして、そしてそれを仕事が好きと美化しちゃって。黙れ。私が思うに、あなたは外野に身を置き、好き勝手に評論するのが好きみたいだね。それは客観的なふりをして、どんな時でも特に気にしてないと無関心を装うためでしょう。やめろ。黙れ。前に私の何がわかる。自分は何でも知ってるみたいに言うな。すごい、スコートがあれだけの言葉で激怒するところなんて初めて見た。危うくお前のペースに乗せられるところだったが、そもそも今日は決闘に来たんだ。お前と問答するために来たわけじゃない。スコートは反論できなかった。今だよ、この勢いに乗って畳みかけよう。聞きたいんだけど、カンパニーってあなたの家なの？もちろんカンパニーは私の家だ。カンパニーにはこんなにもたくさんの仲間がいる。カンパニーの構成を知ってるか。人材奨励部の同僚はカンパニーを実家より温かくしてくれるんだ。お前が連れてきた仲間たちに聞いてみろ。そいつらは胸を張ってカンパニーが家だと言えるか。お前は仲間を家族だと思ってるみたいだが、仲間はお前を家族だと思ってるのか。私はスコートさんの下で孫のように働いています。孫はいわば家族だ。ほらね、スコート、あんたの仲間たちはあんたよりも分かってるみたい。ピアポイントが最低ランクの社員でもカンパニーのテクノロジーと富を思い浮かべると思わず胸を張りたくなるんだろうね。でもよく考えてみて、カンパニーの全ての成果と富はあなたと何の関係があるの？もちろん関係はある。じゃあ言ってみて、カンパニーのこれまでの成果のうちどれがあんたと関係してるの？私は近人口の業務に参加していた。今カンパニーの輸送船も私が担当している。これらは大きなことではないが、私がいないと成り立たないだろう。いなくなった後、近人口の業務は前よりも順調に進んだ。それと今お前が担当している輸送船は本当にお前がいないとダメなのか。近人口の件は事故だった。私の意見を聞いていればカンパニーはとっくに成功していたはずだ。それに
この輸送船は私がいないとダメに決まっている。毎年カンパニーに入社する人、そして退社する人の数は熱帯夜の都の総人口よりも多いって聞いたよ。あんたがやらなくても他のスコートがやるでしょう。あなたは明け方に見るスマホは面白いの？朝寝ることは気持ちいいの？稼ぐためとはいえ一日中辛い思いをして上司からは何をやっても無駄だって言われることも。やめろ、それ以上言うな。仕事以外の生活を考えてみて。頭に浮かぶ二文字は産業。やめてくれ、頼む、それ以上言うな。私の仕事哲学では、あなたは重要ではないとは言いたくない。逆にあなたは重要だと言おう。労働者さん、他の何かじゃなくて自分のために生きることを誇りにすべきだよ。私には自分の生活なんてない。何か言いたいことがあるならさっさと言え。私を見つめてどうするんだ。スコート、もう少しスローライフを送ってみたいとは思ったことはないか？もしあるなら茶の文化の理解から始めてみるといい。そうすれば新しい趣味が見つかり、新しいライフスタイルを体験できるはずだ。私は茶に興味などない。興味は育てるもので、生活の楽しみをどのように味わうかが大切なんだよ。あなたは思いやがって他人を見下し、生活を楽しむ時間もない。そして共感能力に欠けていて、尊敬されないことを恐れ、カンパニーから与えられる肩書きで自信を得ようとしている。本当にそれでいいの？そこまで言わなくてもいいじゃないか。私だって頑張って生きているんだ。私も普通の人間なんだ。そんなことを言ってお前の心は痛まないのか？もちろん痛むに決まってるよ。私だって普通の人間なんだから。さ、スコート、あなたも普通の人間の世界へようこそ。不夜行の若おかみは一生懸命お茶を用意し、机と椅子を並べてくれている。それは私たちのような自由のない労働者が適度に息抜きでき、自分の生活を取り戻せるようにだね。彼女もあなたと一緒でしょ。辛い思いをしながら自分の仕事をして、何も悪くないのに因縁をつけてくる上司に机をひっくり返されて茶碗を割られ、出したものをカラフルな黒じゃないと言われる。そんなのは耐えられる？本当は剣術で勝負して彼女に謝ってもらいたかったけど、それだけじゃ足りないよ。私は心から彼女に謝らなくてはいけないようだ。もう分かったから、それ以上何も言わなくていい。この決闘を続ける必要もない。今から不夜行の若おかみに謝りに行く。そして真面目に生きる人たち全員に謝ろう。感謝する。危うくお前たちと一戦交えるところだった。本当にすまなかった。
明日からは平穏に暮らそうと思う。お茶を飲みながら新聞を読み、そして宇宙を旅するんだ。もういい。若おかみに謝ってくる。今回のことは感謝させてほしい。おかげでたくさん考えさせられた。くだらんカンパニーの仕事については、ちゃんと時間をとってよく考えないとな。じゃあな。はあ、疲れた。こんなに疲れたのは久しぶりだよ。美月ちゃん、あなたたちには何かおごってもらわないとね。もちろんだよ。ありがとね、静寂様。ミルクティーが飲みたい気分だよ。稽古が終わったら飲みに行かない？